ですね、はじめにふっかちゃん子ども福祉基金を活用した新たな事業につきまして、ご説明をいたします。資料の1ページをご覧ください。深谷市では平成24年12月にふっかちゃん子ども福祉基金を設置し、安心して子育てができる環境づくりを推進し、時代を担う子どもたちの健やかな成長に資するための事業に活用しております。基金の財源は皆様からいただいた寄付金で、平成28年10月末現在、個人企業などから総額1億1785万138円の寄付をいただいております。本日はふっかちゃん子ども福祉基金を活用し、平成29年度から新たに開始する3つの事業を紹介いたします。まず1つ目はふっかちゃんヘルメットサポート事業です。深谷市では近年交通事故の発生件数が増加し、2年連続で交通事故防止特別対策地域に指定されました。また全国で登校中の児童が巻き込まれる交通事故が後を絶たない中、児童の安全を守る対策が急務となっております。そのためふっかちゃん子ども福祉基金を活用し、市内の小学校に在籍するすべての児童を対象にヘルメットの購入費用を助成し、未来の深谷市を担う子どもたちの大切な命を守っていきたいと考えております。2つ目はふっかちゃん交通等維持就学支度金給付事業です。不慮の事故などにより維持となった児童への支援として、小学校及び中学校に入学する際に就学支度金3万円を支給します。これにより維持となって精神的にも大きな負担を強いられた児童が希望に満ちた入学式を迎えられるように支援してまいります。3つ目はふっかちゃん児童自立支援事業です。深谷市内の児童養護施設や里親などに措置された児童が措置を解除され、就職や進学をするときに円滑に自立した生活が開始できるよう支援金5万円を支給します。就職や進学を機に施設などを離れ、自活を開始する子どもたちの力になりたいという寄付者の温かい思いを支援金給付という形で実現いたします。これまでにも市ではふっかちゃん子ども福祉基金を活用してさまざまな事業を実施してまいりました。これからも寄付をしてくださった方々の温かい思いをたくさんの子どもたちに届けてまいります。次にふっかちゃんジュニアスポーツフェスタ2016につきましてご説明いたします。資料の3ページをご覧ください。12月10日土曜日に千賀山公園と深谷ビッグタートルを会場として、ふっかちゃんジュニアスポーツフェスタ2016を開催いたします。このイベントは昨年度まで開催していた深谷ジュニアスポーツフェスティバルを拡充し、小学校低学年を中心とした子どもたちにさまざまなスポーツに触れてもらい、スポーツを始めるきっかけづくりの場を提供することを目的として実施します。イベントではまず来場者全員で走り方教室に参加します。走り方教室では大東文化大学陸上部の部員が講師となり、参加者に基本的な体の動かし方、走ることの楽しさを実感していただきます。なお走り方教室は昨年度も開催しており、足の運び方や正しいフォームを教えてもらったなど多くの反響をいただいたことから今年も開催するものです。走り方教室の後には市内のスポーツ団体にご協力いただき、各種スポーツ体系を実施します。具体的には屋外では野球、サッカー、タグラグビーなど、屋内ではミニバス、ジュニアバレー、バドミントンなどを体験することができます。詳しい種目につきましては資料の4ページをご覧ください。参加費は無料で、事前の参加申し込みも不要です。お気軽にお越しください。次に第11回深谷シティハーフマラソンのエントリー受付開始につきましてご説明いたします。資料の5ページをご覧ください。平成29年2月26日日曜日、今年も深谷シティハーフマラソンを深谷市千賀山公園及び市内競技コースを会場として開催します。それに先立ち、
11月1日からエントリー受付を開始いたしました。種目は高校生以上の一般を対象としたハーフ、10km、5km、並びに中学生、小学生、親子を対象とした3km、2.4km、1.6km の合計6種目でございます。エントリーの受付は平成29年1月6日までです。ハーフ、10キロ、5キロの3種目は定員になり次第申し込みを終了いたしますので、お早めにお申しください、お申し込みください。エントリー方法は2種類で、大会ホームページからまたは電話でお申し込みできます。今年も毎年参加者に大好評の深谷名物二宝刀の無料サービスや深谷市イメージキャラクターふっかちゃんデザインの参加賞などをご用意いたします。深谷シティハーフマラソンは1000人を超えるボランティアの皆さんにより運営される深谷市の一大イベントです。今年も皆さんのお申し込みをお待ちしております。次に、全国ネギサミット2016 in 東京につきましてご説明いたします。資料の7ページをご覧ください。全国の主要なネギ産地が一堂に会し、ネギが主役となりその魅力を発信する全国ネギサミットがいよいよ11月26日土曜日、27日日曜日に大消費地東京都の大井競馬場で開催されます。今年は各地で好評を博している肉料理に特化したイベント肉フェスとコラボレーションし、ネギと肉それぞれの魅力を引き立てる料理が登場します。その他、都内の農産物や水産物が集合する東京トゥインクルマルシェなどが開催されます。会場では深谷ネギをはじめ深谷産の新鮮野菜や深谷百合をはじめとする深谷の花二宝刀など深谷の特産物を PR します。もちろん深谷市イメージキャラクターふっかちゃんも登場します。今年は史上最多の28産地が参加し、全国ネギサミットを盛り上げますので、深谷ネギはもちろん全国各地の自慢のネギをご堪能ください。皆さんのご来場をお待ちしております。次に、深谷緑の王国第8回秋祭りにつきましてご説明いたします。資料の10ページをご覧ください。11月の26日土曜日、27日日曜日に開催する秋祭りでは、王国ボランティアの皆さんと趣向を凝らした企画を考え、笑顔で来場者の皆さんをおもてなしします。秋祭りの主な内容はお配りしたチラシをご覧ください。どれも秋の深谷緑の王国の魅力を十分に堪能できるものとなっております。さらに両日とも先着300名様にビオラの 花苗またはユリの球根をプレゼントいたします。また王国で収穫した王国米や里芋などが当たるスタンプラリーも行いますので、お楽しみください。入場は無料です。なお、本日から開催している紅葉ライトアップ明かり展では、新たな試みとしてほんわかふわふわの明かりと題して LED バルーンによる演出を行います。こちらは18日金曜日と19日土曜日の2日間行いますので、幻想的にあやられる、あん彩られる深谷緑の王国へぜひお越しください。次に、花と手紙で世代をつなぐ真心訪問につきましてご説明いたします。資料の11ページをご覧ください。真心訪問は市内の小学生が大切に育てた花に心を込めて書いた手紙を添えて、各地区の民生委員児童委員にお願いし、一人暮らしの高齢者に届けるという活動で、平成24年度から始まりました。これは郷土の偉人である渋沢栄一王の心を受け継ぐ教育の推進の一環として行うもので、子どもたちの中女の心、真心と思いやりを育てるとともに、地域の絆を強めていきたいと思います。今年度は市内の約1400名の児童が参加し、一人暮らしの高齢者約1800世帯への配布を予定しております。この活動を通して高齢者に対する思いやりの心を育むとともに、高齢者と児童との交流をより一層深めていきたいと考えております。以上でございます。よろしくお願いいたします。